結構遅くなっちゃった。ラオスがお気に入りです。これは本当は襟もあるんですけど、今日はつけてないです。本当はこれつけ襟があって、リボンで結んでます。これもなんか襟巻き。マジでこういう服好きなのかもしれない。最近。今日はなんかお仕事があって、もうちょっと早くしようと思ったんだけど、遅れちゃいました。実況配信。実況配信しようかなって思ったんだけど。とりあえず18時半まで配信したいんだけど、昨日の続きを見るか、どうしようかなって悩んでます。お腹すいた。今日何も食べてなくて。お腹すいたから、ちょっと18時半までとりあえずやります。今日はこの洋服では撮影はしてないよ。でもせっかくメイクするから、普通にインスタとかの用の写真も撮りたいなって思って、この服です。時間的に続き視聴でもよくない？ね、そうしよう。あと30分くらいだったよね。ちょっと話して45分くらいから見て、で最後に話して終わろうかな。
なんかさ、みんなこのコメントの横のなんだっけ、アバターが同じだから誰かわかんない。今日はね、メイクやってもらった。アイシャドウがほら見て、いつもと違う感じのアイシャドウです。すごいメイクさん女の人だったんですけど、上手だった。濃いめだけど可愛い感じにしてもらったんですけど、なんか眉毛とかもなんかいつもと違う色をオレンジっぽくしてもらってたの。いつも肌ケアしてること。肌ケアしてることは何だろう。保湿をしっかりすることですかね。お水をいっぱい飲む。あと定期的にクリニックとかに行っていろいろやってもらってます。映像速攻。昨日は今から映像速攻って分かりますかね。みんな入るかの実況配信をするので、携帯2台ある方は一緒に見ましょう。でも昨日途中からしたので、何時じゃなくて、1時間54分ですか？すごい、みんな覚えててくれてる。履歴。
と読み込み中だな。待って、データの取得に失敗しましたってなるんだけど、なんで？じゃあ、54分。54分ぴったりにできない。54分3秒になっちゃう。いや、53分59秒でいいや。いきます。皆さん、1時間53分59秒なんですけど、いきます。5 4 3 2 1。お、今1 2 3。最後の曲か。ここで終わったんだね。私、空に散らばった星の花が一番に輝くのだろう。聞かれてもきっと答えられない。もがき続ける。もうすぐ夜明けが来る。未来のゲームは今から始まる。あくびしちゃった。
なんか出てきた。なんかさ、めっちゃぐるんぐるん。昼公演か、昼公演。この時、この3人が頑張って MC してくれてる時に、私たちはもう、あ、ラストだラストだって言いながら、メジャーこの T シャツ短パンスニーカー衣装にめっちゃダッシュで着替えて、めっちゃ変な髪がはめてたから気になっちゃった。エイト君はエイト君。1曲目なんだっけ、アンコール。ゼロサム太陽。
キメメロ夕日47か。カードつけよう。茨城 T シャツかわいい和賀さんが着てるやつ。チームエイト、チームエイト、チームエイト、チームエイト。ゼロサム太陽いいよね、私も好き。結構チーム系のあのコンサートでやってて、チームエイト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 。出てきたよ、かっこいい。あ、いた。マジでこの曲大好き。なしたかった好きな人できたなら、来てもいい僕は、美しくて え、マジでガチ痩せ、マジで私ガチ痩せしてて笑う。マジでこれに戻ろう。この足になりたい、この時の足。
なんかリンリンとやじゃれ合ってたんだな。みんなに会いたい。好きだよと言えず抑えていた胸の痛み、僕の口ずさむだろう。あと2曲だ。最後から2曲目か。今日がどんな一日だったかなんて、うん、道が考えるね。
季節の足元の他のシーンめっちゃ好き、やばい、最高。夜が来るよ、ラジオ注ぐ君は一人きり、自分のことを褒めてあげないのかね、ちゃんとあげようよ、君が君らしく生きてることを。爪薬を刺します。あと10分くらいです。最後の曲です。のこと思ってますか、今すぐに。
やばなーし。かわいい。ピンリン。すごい、見き終わったよ、みんな。イエーイ。もういいかな。もう曲ないもんね。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、皆さん。見終わりました。おつちゃん。昼公演。夜もね、夜声もしたいですね。かっちゃん、ギフトありがとう。なんか今回、何？この、なんで肉まんなの？肉まんギフト。ギフトありがとう。肉まん、あんまんイベって何？え、もらえる的な？え、あんまん好き？え？もらえるの？
これは肉まんとあんまんがもらえるんですか？ちょっと見てね。あんまん、今はあんまん。え？ 2 週間もらえるの？それはちょっと顔がにやりしちゃった。なんかみんなに断られるんだが。いやー、コンサートしたくなったね。したいね、コンサート。お腹空いてきた。今日何食べようかな。中止になったコンサートは中止なんじゃないかな。どうなんだろうね。
腹すいた。今日はもうウーバーは頼みません。お金節約しなきゃ。壁がめっちゃ痛いだけ。なんだろうこれ。コンタクト今日多分朝からコンタクトしてるからね。口がカサカサ。そう、こっちがねゴロゴロしてたんだけど、今治った。今日はね、撮影だったから。でね、眉毛もね、いつもは霧っていう眉毛なんだけど、今日はなんか垂れ目眉みたいにしてもらったの。目が痛い。
じゃあスクショタイムしてもうそろそろ終わろうかな。なんか明日もね、朝から仕事なんですよね。明日のがめっちゃ早いから今日はもう寝ようかなって思う。じゃあ読書タイムします。どうしよう、ポニーテールが見えた方がいいかな。とポーズありますか？なんかめっちゃキラキラしてる目が。横顔？横顔こんな感じ？はい、ニーテールが見える。あと昨日発売の生写真、そうおしゃれしゃ祭り、この間の8のコンサートのあの私服の写真も入ってたので、ぜひ買ってください。福袋も買いました。福袋なんてあるんだ。そうね、ポニーテール本当に久々にしたんだよね。あ、でも撮影はポニーテールじゃなかったんだけど、あのその髪型で帰れなかったから、ちょっとそれで普通
今日の撮影の髪型はそのまま入れるような髪型ではなかったから崩してもらって、まあ、巻いてたので、でまあポニ服に合わせてポニーテールにしてもらったの。そう、まあじゃあとりあえず読みます。1位のぶさん、2位かっちゃん、3位ピアノマンさん、4位なはんさん、5位ピータさん、6位ウェトッチ、7位トシくん、8位もう少しねさん、9位石のピンポンさん、10位キャプテンアクアさん、11位かもちゃん、12位ココフォルさん、13位プリンさんです。ありがとうございました。イエイ。バイバイ。またね。なんかもし夜できたらしようかなって思うけど、未定です。わかりません。気まぐれです。気まぐれともでーす。はい、では皆さん、お腹空いたから今日一日何も食べてないんだよ、撮影だと。なのでご飯食べてきます。バイバーイ、またねー。ありがとうございました。